ジャック・ソックは、アメリカ合衆国ネブラスカ州林ン出身の男子、プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス15勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス2位。身長191センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2011年全米オープン、混合ダブルス。 2014年ウィンブルドン選手権、男子ダブルス。2018年ウィンブルドン選手権、男子ダブルス。2018年全米オープン、男子ダブルスの優勝者。リオデジャネイロ五輪混合ダブルス金、メダリスト、男子ダブルス同メダリスト。8歳からテニスを始める。ジュニア時代は2010年全米オープン男子、ジュニアシングルスで優勝している。 2011年全米オープン混合ダブルスでは、同じアメリカのメラニー・ダント組主催者、推薦出場から決勝に進出する。決勝では、ヒセラ・ドゥルコ、エドワルド・シュワンク組に76、46、18でセリ勝ち、優勝を果たした。2014年ウィンブルドン選手権男子ダブルスでは、バセク・ポシュ・ピシルと組、決勝に進出した。決勝では、ブライアン兄弟に七六 67、64、36、75のフルセットで勝利し、グランドスラム初優勝した。10月、上海マスターズで第7シードの西堀利 K27、6, 6、64で勝利。シングルスで世界トップ10以内の選手に勝利したのは初。2015年4月の全米男子、クレイコート選手権では2回戦で、第2シードのロベルト・バウティスター・グートに、準々決勝で、 第5シードのサンティアゴ・ヒラルド、準決勝で第3シードのケビン・アンダーソンに勝利し初の決勝進出。決勝でサムクエリーに76、76で勝利し、シングルス初優勝。全仏オープンでは1回戦で第10シードのグリゴール・ディミトロフを7から6、6から2、6から3で破り、続いてパブロ・カレー・ニョブスタ、ボルナチョリッチに勝利し、 自身グランドスラム初の4回戦に進出。ベスト16の選手の中では最年少。10月のストックホルムオープンでは、第3シードのジルシモンや、第2シードのリシャールガスケを破り決勝を進出。決勝で、第1シードのトマーシュベルディハに敗れ準優勝。年間最終ランキングでは25位になった。ホップマンカップ2016において、 対戦相手のレートン・ヒューイットのサーブへのアウトの判定に対し自身が不利になるにもかかわらずヒューイットにチャレンジ権を行使するようにアドバイスした。翌週の ASB クラシックでは準決勝で世界ランク8位のダビド・フェレールに3から6、6から1、6から2で勝利し決勝進出。決勝では途中棄権し準優勝。4月の全米男子クレイコート選手権では 二年連続決勝に進出するも、不安モナコに敗れ準優勝。リオ五輪ではダブルスで、スティーブ・ジョンソンと組準決勝に進出。準決勝で、ルーマニアのフロリン・メルジェ、ホリア・デカウ組に敗れるも、3位決定戦で、カナダのダニエル・ネスター、バセク・ポシュピシル組に6から2、6から4で勝利し、銅メダルを獲得した。混合ダブルスでは、 ベサニー・マテック・サンズと組んで決勝に進出。決勝で、ビーナス・ウィリアムズ、ラジー・ブラム組に6から7、6から1、10から7で勝利し、金メダルを獲得した。全米オープンでは3回戦で2014年の優勝者であるマリンチ・チリッチに6から4、6から3、6から3で勝利。4回戦で、ジョー・ウィルフリード・オッツオンガに敗れた。 10月の上海マスターズでは3回戦で、世界ランク6位のミロシュラ・オニッチを06、64、76で破りベスト8進出。BNP パリバマスターズでも2回戦で、世界ランク8位のドミニク・ティエムを62、64で破るなどに大会連続でベスト8進出を果たした。2017年1月の ASB クラシックでは、決勝でジョアン・ソーザに63、57、 63で勝利し、シングルス2勝目を挙げた。大会後の世界ランキングで20位となり、トップ20入りを果たす。全豪オープンでは3回戦で、ジョー・イルフリード・ツォンガに敗れた。2月のデルレービーチオープンでは、決勝で対戦相手のミロシュラ・オニッチが棄権し、シングルス3勝目を挙げた。3月の BNP パリバオープンでは、マスターズ3大会連続ベスト8入りし、 準々決勝で第4シードの西堀慶に6から3、2から6、6から2で勝利し初のベスト4進出。準決勝でロジャー・フェデラーに1から6、6から7で敗れた。続くマイアミ・オープンでもマスターズ4大会連続のベスト8進出を果たしたが、準々決勝でラファエル・ナダルに2から6、3から6で敗れた。 ATP ファイナルズ出場の可能性をわずかに残して、迎えたロレックスパルマスターズで、第16シードから決勝進出。決勝で予選から勝ち上がった、フィリップ・クライノビッチに5から7、6から4、6から1で勝利し、マスターズ戦初優勝を果たすと同時に、レースランキングで9位に、浮上、すでに欠場を表明していた、スタンワウリンカを除いて8位となり、ATP ファイナルズ。 初出場を決めた。大会後のランキングで、初のトップ10入りを果たす。ATP ファイナルズでは、ラウンドロビン第1戦で、ロジャー・フェデラーに敗れるも、第2戦でマリン・チリッチ、第3戦で、アレクサンダー・ズベレフに勝利し2勝1敗の2位で、準決勝進出、準決勝で、グリゴール・ディミトロフに6から4、0から6、3から6で敗れた。年間最終ランキングは、 自己最高の8位。第8シードとして出場したものの1回戦で、杉田祐一に敗退した全豪オープンをはじめ、全仏オープンでも1回戦で敗退するなど、シングルスでは早期敗退が目立つ前半戦となった。一方ダブルスでは、デルレイビーチオープンはジャック・ウィズロー、BNP パリバオープンはジョニー・イスナー、リオンオープンはニック・キリオスとのペアで優勝している。 ウィンブルドンではシングルスは1回戦で敗退したがマイク・ブライアンとペアを組んだダブルスは決勝進出。決勝でレーベン・クラーセン、マイケル・ビーナス組に勝利し4年ぶり2回目の優勝を果たす。全米オープンもマイク・ブライアンとのペアで初優勝を果たす。ATP ファイナルズでもマイク・ブライアンとのペアで初優勝した。 年間最終世界ランキングでシングルスは106位まで落ちたがダブルスは自身最高の2位だった。年始のクルー4クラシックでは1回戦でバーナード・トミックとデニス・シャポバロフに敗れた。全豪オープンはシングルスをワイルドカードで出場したが1回戦でアレックス・ボルトに6から4、3から6、2から6、2から 6, から6で敗れた。2月の練習中に 親指の人体を損傷し、手術を受けた。7月のアトランタテニス選手権で復帰。シングルスは初戦敗退に終わったが、ダブルスでは準決勝まで進んだ。レーバーカップのファビオフォニー2戦で復帰後初白星を挙げた。しかしながら、株大会を含め、ポイントのつくツアーでは0勝8敗。11月にはついに0ポイントとなり、ランキングから抹消された。 2020年2戦目のデルレービーチオープンで1回戦に勝利し、約1年4ヶ月ぶりの白星を挙げ、世界ランキングが767位ではあるが、復活した。続くチャレンジャーインディアウェルズでは、第1シードのウォアンベールラを下して、準優勝までこぎつけた。全米オープンでも2年ぶりとなる勝利を挙げた。全仏オープンは、予選からの出場となったが、本戦まで勝ち上がり、 1回戦に勝利。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス。 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。